安倍総理大臣が出席し、ワシントンで行われている核セキュリティサミットは、日米が共同声明を発表し、まもなく閉幕します。中継です。はい。あと30分ほどでサミットは閉幕します。日米が共同声明を採択して、テロリストにわたる危険のある核物質を減らす取り組みなどをアピールしました。 And Japan is working to complete the removal of more than half a ton of highly enriched uranium and plutonium, which is the largest project in history to remove nuclear material from a country. 京都大学の研究施設からも高濃縮ウラン燃料を撤去することを追加で約束しました核セキュリティサミットはオバマ大統領の任期終了に伴い今回が最後となりますが日米は作業チームを残して引き続き核物質がテロリストの手に渡らないよう取り組むことにしています また北朝鮮の核の挑発についてはサミット全体では強いメッセージは出なかったんですが日本、アメリカ、韓国で防衛協力を進めることを確認するなど日米関係の基盤を軸に大きな成果を残した訪米となっています。